ブロッコリー。どうも。館内の見回り？ええ、そんなところです。はい、これもOKっと。随分パッドが積み上がってますね。ねえ、UPW 転籍の影響よ。サインしなくちゃならない書類が山積みだわ。組織が変わるって大変。お疲れ様です。館長代行。何かしら。この場合の座標計算がうまくいかないんですが。どれどれ。ああ、これね。こういう時は補正をかけなきゃダメよ。船に働いている慣性を別途計算してそれを当てはめるの。このパラメーターにはあの関数だからと。早い。はい、これで OK。 この段階でミスすると誤差はどんどん大きくなるから注意してね。はっ、ありがとうございました。館長代行、この周波数帯での通信がうまくいかないんですが。ああ、これね。プロトコルが暗号化されてるからよ。ちょっと貸してみて。お願いします。
やっぱり速い。まずは最新のコードに更新してと。あ、乱数表をお持ちします。大丈夫よ、覚えているから。え、あの日替わりの表ですか？ええ、僕もちらっと見たことあるけど、数字がびっしり書かれてて1日で覚えきれるものじゃない。はい、こんな感じね。ありがとうございます。艦長代行。はいはい。先ほどの書類がまとまりました。お手すきの際にチェックをお願いします。今やっちゃいましょう。パッドを貸して。は、どうぞ。早すぎる。ちゃんと読めてるんだろうか。なるほど。もう計算間違いが2箇所に、人名のスペルミスが1箇所あったわ。見直しはしたのですが、申し訳ありません。すごい。サインはしておくから訂正しておいてね。はい、ご苦労様。ありがとうございました。すみません、艦長代行、また計算がうまくいきません。見せてみて。この段階でどうしてもエラーが。艦長代行とチーフオペレーターの兼任なんて大変すぎるよな。ココさん、司令、早く帰ってきてください。あら、和也くん、もう行っちゃうの？あっと、とても忙しそうなので。あら、おしゃべりならあと3人くらい平気よ。冗談に聞こえない。さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。やっぱりもう少し艦内を回っておこう。メインサーキット OK、 補助サーキット OK、 メモリーチェック OK だ。こんにちは、コロネさん。おーす、カズヤ。見回りかいな、感心感心。よっしゃ、すべて異常なし、完璧やで。なんか、いつにも増して張り切ってますね。ああ、こないな面倒な作業を勢いでもつけんとやってられへんからな。何事も気合いやで。お疲れ様です。よっしゃ、次行くで、次。ああ、何か手伝えることとかありませんか？ああ、そんならブレイブハートのところ行ってや。ブレイブハート？せや、班長が朝から調整中やねん。わかりました、行ってみます。おう。パラメー班長。ん？どうも。おお、カズヤか、どうして？はい、班長が頑張ってると聞いたんで、何か手伝えないかと。なるほどな。しかし今のところはな。僕ができるようなことはありませんか？そうさな。あれ、なんか機材がいつもより大掛かりですね。おう、まあな、ここのところこいつには手間取ってんだ。え、ブレイブハートにですか？ああ。どこか調子悪いんですか？いや、そういうわけじゃねえ。それじゃあ何が？実はな。はい。癖がつき始めてやがるのよ。癖ですか？ああ、癖だ。おめえさん、前に次元の壁を破っただろう。あれ以来よ、こいつには完全なリセットがかからなくなっちまったんだ。え？初期化できないんですか？おうよ、最初は数値が小さかったんでミスか誤差だろうと思ってたんだが、訓練やら演習やらでおめえさんが乗るたびにちょっとずつ大きくなりやがってな。それってまずいんでしょうか？ま、カズヤが使う分には何の問題もねえかな。そうなんですか？なんで気がついてねえのか。扱いやすくなってきてるはずだぜ。
あ、思い当たる節があんだろう。ええ、あります。最近やけに取り回しがいいと思ってたんです。そうだろう、そうだろう。あれはブレイブハートが僕に合わせてくれてたのか。そういうこった。なんだ、ん？てっきり自分の腕が上がったんだとばかり。まあ、おめえさんの腕だって上がっちゃいるはずだがな。だといいですけど。自信持ちな。はい。と、そんなわけでだな、この機体はいつの間にやらカズヤスペシャルになりつつあるのさ。もうおめえさんでないとピークパワーは引き出せねえ。なるほど、そうだったのか。あの、そうなってしまった原因とかはわからないんですか？ああ、ブレイブハートはノイエのロストテクノロジー、研究の進んだエデンのそれに比べるとまだまだ謎だらけよ。そうですか。でもなんだかブレイブハートが僕を選んでくれたみたいでちょっと嬉しいかも。うまいこと言ったもんだな。いて、おーし、そんじゃチェックの続きをすっかな。なんせ100項目以上残ってんでな。まったく骨が折れるぜ。あ、ではお邪魔しちゃ悪いので失礼しますね。およ、またな。よろしくお願いします。任せとけ。コロネさんといい、班長といい、整備班の人はバイタリティに溢れているな。さてと、見回りはこのくらいにして休んでおこうかな。うん、休めるときに休んでおかなくちゃね。ランティ、なんだ、ランチタイムにはまだ早いぞ。ちょっと寄っただけです。どうせ寄るならエンジェルの一人でも連れてこいってんだ。はいはい、今度はそうするよ。よし、こんなものかな。何作ったの？スープ？ああ、ブイヤベースだ。いい匂いだね。少し飲むか。サンキュー。ほらよ、いただきます。うまい。当たり前だ。ランティ、どんどん腕を上げてるよね。もうデザート以外じゃかなう気がしないや。そういや、料理学校時代お前とは抜きつ抜かれてたったよな。そうだね。でもランティってある日突然ものすごい勢いで伸びたよね。その破竹の勢いに先生たちも驚いてたっけ。ああ、新入生が入ってきた時な。え、そんな時期だっけ。あの年は可愛い子が多くてな。研修で彼女たちに料理を振る舞う時ビシッと決まると最高だったっけ。先輩すごーいって、あれはまさに天国だった。あの、まさかそれが急成長の原因？当たり前じゃないか。それ以外に何があると言うんだ？いや、まあね、モチベーションの源は人それぞれですから。さて、バゲットの生地に取り掛かるかな。は、いいね、ブイヤベースにバゲットだろ。ちょっと手伝おうか。おお、助かる。よっしゃ。やった、ほい。あら、やった。なあ、カズヤ。何？俺な、ここのところの激変する情勢に全くついていけんのだが。ああ、無理もないかな。いろんなことが起きてるからね。この船もエデン軍から UPW って組織の所属に変わるんだろ？え？相変わらず情報が早いな。僕だって聞いたばかりなのに。食堂の情報ネットをなめんなよ。
お見それしました。んじゃあお見それついでにその UPW ってのを説明してくれ。ぶっちゃけ何なんだ UPW？ 平行世界連合のことさ。平行世界？ノイエやエデンのことか。そうそう、アブソリュートから連なる宇宙のことだね。たくさんあるんだろ？うん、まだ正確な数は分かってないみたいだよ。その宇宙ってのはほとんどが滅んじまってるんじゃなかったのか。そう思われてたんだけど、ここに来て急に文明圏を持つ宇宙が次々に発見されてるんだ。なんでまた？半年前のベレルのクーデター覚えてるよね？忘れるかよ。そのベレルのせい、いやおかげなんだ。何？奴が進行先として考えてたリストが見つかってね。それを参考にゲートを開けてみたらさ、文明を維持している宇宙がどんどん見つかったんだ。さすがは元支配者ってところかな。極悪人でも死んだら役に立ったと。皮肉だよね。そうだな。まあそんなわけで、今アブソリュートは各宇宙の中継地として本来の機能を取り戻しつつあるんだ。こうなってくるともうエデンだけでは対応しきれない。それで UPW ってわけか。そう、各宇宙から選出された役員が意見を出し合い、全宇宙の繁栄を築く。これが UPW の役割、そして仕組み。なるほどな。どう？理解できた？大体はな。はい、ちょうど記事も完成っと。おー、早いな。あとは任せていいかな。ああ、助かったぜ。そこのボールに入れておいてくれ。オッケー。よいしょっと。さて、調整の準備に入らんとな。この付近で手拭いていいかな？ん？ああ、構わんぞ。パン生地作るの久しぶりで楽しかったな。ならまた手伝わせてやろう。うえ、ヤブヘビだ。それじゃ、僕はこれで。ああ、またな。仕込み、頑張ってね。カルーア、何してるのかなっと。はいはい、どなたですかね。なんだ、カズヤですかね。や、ミモレット。ご主人様なら魔法薬の調合実験中ですね。またかい？理論派のカルーアらしいや。理論派、どうしたの？そういう決めつけがまずいのかもしれないですね。何の話？今カズヤが言ったことですね。カルーアは理論派ってこと？そうですね。よくわかんないんだけど。ではカルーア様が理論派ならテキーラ様は何ですかね？実践派だね。そうなんですね。カルーア様は理論派、テキーラ様は実践派。そして本人たちがそれをしっかりと自覚してしまってるんですね。うん、それがまずいんですね。なんで？そういった決めつけが逃げる原因の一つになってるんですね。逃げる？最近カルーア様は何かというとテキーラ様に変わってしまうんですね。限界と思うとすぐには父を呼んでボンボンを。そういえばさっきのミーティングでもそんなこと言ってたね。そうなんですね。そしてテキーラ様も面倒なことになるとすぐにカルーア様に戻ってしまうんですね。非常にまずいですね。なんだ、そんなことか。別にいいじゃない？よくないんですね。ご主人様たちは魔女としてまだまだ伸びる可能性を秘めてるんですね。お互いが相手に甘えきっている今の状況はとってもよくないんですね。安定は進化を滞らせるですね。少しオーバーなような。もっと自分自身に厳しくなるべきですね。苦手を克服してより高みに臨むべきなんですね。なるほどね。ミモレットちゃん、どなたなんですの？なんでもないですね。た
押し売りが来たですに。おい、大丈夫ですの？問題ないですに。すぐに追い払うからご主人様は実験を続けるですに。わかりましたわ。誰が押し売りだって？そんなことはどうでもいいですに。ちょっとカズヤにお願いがあるですに。え、お願い？ご主人様たちがすぐにもう一つの人格に頼らないように、苦手なことにも向かっていくように焚きつけてほしいんですに。わちしが言ってもあまり効果ないですに。所詮使い魔、立場的な限界があるですに。そんなこと言われても。カズヤの言うことならきっと耳を傾けるですに。そうかな。大丈夫ですに。カルーア様はどういうわけかカズヤを信頼してますに。どういうわけが余計だったの。あのテキーラ様ですらなぜか一目置いてるですに。なぜかが余計だっての。メンバーの能力向上のためですに。隊長としての役目にも通じることですに。ぜひお願いするですに。爆発した。またですかに。大丈夫かな。まあ問題ないと思うですに。カルア、うわすごい匂いだ。カルア、もう全く。テキーラ、あれ白波。ああ、さっきのチャイムあんただったのね。そうだけど大丈夫？怪我はない？平気よ、心配いらないわ。よかった。これとこれと、あ、これを混ぜたんだっけ。ああ、なるほど。この樹液の糖分からアルコールが生成されたのね。それで変身しちゃったんだ。そういうことらしいわ。ミモ、このことをあの子に教えといてよね。わかったですに。それじゃあ引っ込もうかしら。でもせっかく変わったんだし、お茶の一杯くらい飲むのも悪くないわね。どう、白波、ティーラウンジに付き合わない？え、ああ、そうだね。テキーラ様が実験を続けるというのはどうですかに。いやよ、めんどくさい。こういうのはあの子の担当。さ、行きましょう、白波。テキーラ様！な、何よ。カズヤから話があるそうですに。なんですと？どんな話よ。ちょっとこのまま実験を続けさせるですに。無理だよ、そんな急に。いいからやってみるですに。なにこそこそ話してんの。なんでもないですに。ほら、行くですに。もう、えへん、テキーラ。なに？そのミモレットの言う通り、君が実験を続けてみたらどうかな。なんで？いや、苦手なことにも積極的に挑戦した方がさ、その私のプラスになるって。うん、そんなの意味ないわ。心は二つでも体は一つ。あの子と私は互いの欠点を補い合って成立してるの。大きな視点から見れば、私たちは一人でちゃんとできてるってことよ。そうなのかもしれないけど。いい？あの子の苦手は私の得意、私の苦手はあの子の得意。わざわざ均衡を崩すなんてナンセンスだわ。は？何よ。なら均衡を崩さなければいいんだ。え？カルーアにも苦手に挑戦してもらうよ。そうすればバランスは取れるじゃない。さすがにいきなり戦闘は無理だけど、運動とか魔法の実践とかさ。運動に魔法の実践？そうそう。あの子が自分からやるとはとても思えないわね。大丈夫大丈夫、なんとか説得するから。だからさ、テキーラも実験の続きをやってみようよ。さっき思ったんだ。爆発の直後
君は調合の過程から原因を導き出したよね。うん、アルコールのこと？そうそう、それ。あれは君にもカルーアに劣らない理論のセンスがあるってことだよ。またうまいこと言って。理屈は理解してるんでしょ？面倒なだけで。まあね、同じおつむだし。ほら、だったら頑張ってみようよ、ね。今はカルーアとテキーラ合わせて一人だけど、お互いに苦手を克服できれば合わせて二人、2倍だよ2倍。絶対にメリットがあるよ、間違いない。わかったわよ。もうやればいいんでしょ。やれば。本当？はあ、負けたわ。今日のあんた、なんか変よ。え、そう？ちょっと強引で、素敵かも。いやいや、いや、あの、素敵だなんて、そんな…え？相変わらずいじりがいがあるわね。ひどいな、もう。はいはい、それじゃあ出てて。私はね、考えるときは一人じゃないとダメなの。あ、うん、わかった。それじゃあ私もちょっと出かけてくるですに。わかったわ。それじゃあ、バイ。さてさて、乗せられちゃったわね。それじゃあちょっとやってみるとしますか。これとこれがこうだから、いやたですね。はあ、疲れた。カズヤすごいですね。さすがですね。そりゃどうも。結局カルーアも説得する羽目になっちゃったし、僕の方こそうまいこと乗せられちゃったな。この調子でカルーア様も焚きつけられれば完璧ですに。聞いてる？人の話。やってみるとは言ったものの、やっぱり一筋縄ではいかないわね。何よこれ、何語？こんな数式の羅列、あの子よくわからんね。ああ、この法則、ああ、なんだっけ、習った記憶だけはあるんだけど。ああ、教科書開くなんて久々だわ。やってみるとはいい。一筋縄ではいかないね。何よこれ、何語？まったく。ナノナノさん、高圧剤の在庫はどうですか？バッチシナーだ。こんにちは。おやおや、白波くん。お邪魔します、先生。お加減が悪いわけではないようですね。ええ、ちょっと寄ってみただけです。そうですか。次は何をチェックすればいいのだ？ああ、いえいえ、あとは私がやりますのでもう大丈夫ですよ。そうはいかないのだ、まだたくさん残ってるのだ。ちゃんとお手伝いするのだ。偉いね。先生、僕にも何か手伝えることはありませんか？そうですね、うん、それではナノナノさんと共にですね、治療用ナノマシンのストックを調べていただきましょうか。カズヤ、一緒にやるのだ。オッケー。以前の手痛い経験から、とにかくナノマシンのストックだけは徹底するようにしています。概算ではなく正確な残量をカウントしておいてください。わかりました。了解なのだ。それではよろしくお願いします。よし、ナノナノ頑張っていこう。カズヤはそのケースの数を調べるのだ。これだね。そうなのだ。1、2、3、4、5、
567だ。これがナノマシンのケース。この中身がナノナノの尻尾になるのか。そう、ナノナノはナノマシン集合体、尻尾の治療用ナノマシンを使って他人の怪我を治療することができる。でもそれを使い切ってさらに治療を続けようとすると、ナノナノは自分自身を、自我を削ってしまうんだ。以前それで命を失いかけたことがある。カーズヤ、ちゃんと数えてるのだ。ごめんごめん、手がお留守だったね。考え事をするときは全部口に出せばいいのだ。そうすればナノナノも一緒に考えてあげられるのだ。そりゃいいねって、ナノナノ？にゃ？主人、尻尾が伸びてるよ、倍くらいに。驚いたのだ。ほーれ、うねうね。わー、絡めないでってば。ちょっと、苦しいよ。いや、少しふざけすぎたのだ。元に戻すのだ。はぁ、なんで尻尾があんなことに。開封済みのストックを全部補充してみたのだ。そうすれば数が正確にわかるのだ。あ、そうなんだ。2兆9156億3401万トンで872個あったのだ。あとはこれに未開封のケース分を足せばいいのだ。なるほどね。それでケースは何個あったのだ。38個だね。1個が1兆個だから未開封分は全部で38兆個なのだ。なんか気が遠くなる数字だな。先生、終わったのだ。おやおや、早いですね。ではナノナノさん、それを使うとどのくらい治療が可能なのかをよくイメージしておいてくださいね。はい、ナノだ。医薬品の在庫チェックもだいたい片付きました。もうお手伝いは結構ですよ。ではナノナノのお腹が空いたので何か食べに行くのだ。はい、ありがとうございます。またナノだ。白波くんもどうぞご自分の仕事に戻ってください。はい、僕あまり戦力になりませんでしたね。いえいえ、白波くんの元気な姿が伺えただけでとても助かっているのです。一人分の心配がなくなるわけですからね。そうですか。はい、では失礼しますね。お疲れ様です。ですね。いや、別に素早いな。さあ、カルワ様も説得するですね。運動をさせようとここまでは連れてこられたんですがね。でもやっぱしワチシでは言うことを聞いてくれないですね。わかったよ。に、やけに素直ですね。どうせ逃げられないでしょ。その通りですね。もう、カルア。どうも、ミモレットちゃん。急に飛んでいってしまってどうしたんですの。なんでもないですに。それよりカズヤがカルア様に話があるそうですに。まあ、なんでしょう。どう攻めたら良いものやら。いや待て、ちょっと考えろ。テキーラは半ば強引に説得したら折れたよな。よし、こうなったらここも勢いで。カルア。はい。僕はミモレットに賛成だな。ここは一つ運動に挑戦してみようよ。カルアも苦手を克服するべき。嫌なことをテキーラとフォローし合ってちゃ忍耐力が身につかないと思うな。
あえて苦しいことをやり遂げる、不得手なことにも果敢に挑む、こういった精神が大切だと思うんだ。向上心にもつながるしね。人として生まれたからにはやっぱりより高みを目指さないと。第一、カルーアとテキーラは体は同じ。これは体力面での能力値は変わらないということ。つまりカルーアが運動を苦手だと感じるのは単なる思い込みさ。要は気持ちの問題なんじゃないかな。ネガティブに考えたら体だってついてこないのは当たり前だから、まずはポジティブに考えてみよう。そうすればきっとうまくいくよ。テキーラが苦手な研究を続けられたんだ。カルーアも運動くらいできるに違いないさ。さあ勇気を出して挑戦しよう。飛躍の翼を広げよう。開墾の一歩を踏み出そう。そこには君の新たなるステージが、希望の光に満ち満ち溢れた輝かしい未来が待ってるに違いないんだ。どうやる気になった？早すぎてほとんど理解できませんでした。何をやってるんですに。周波数の遅いカルーア様に畳みかけても無駄ですに。そうか、どうしよう。でも、ん、カズヤさんの熱意はとっても伝わってきましたわ。私のことを真剣に考えてくださってることも。カルーア、私自身も苦手を克服したくないわけではありませんし、ちょっとやってみようかしら。ささ、カルーア様、こちらですに。これまた素早い。気が変わるな。やる気が出たら即実行ですに。思い立ったが吉日ですに。わかりましたわ。今日のところはランニングマシンで軽く流すですに。ちょっと待ってください。今マントを外しますので。私は嬉しいですに。カルーア様がやる気を出してくれたですに。結果的にはうまくいったみたいだ。ひょっとしてカルーアもテキーラも推しに弱い？はい、準備 OK ですわ。ではスタートですに。あらら、どうしましょう。始まってしまいました。それじゃあ二人とも、僕は失礼するね。わかったですに。お疲れ様ですわ。カルーア、頑張って。とにかくカルーアも運動する気になってくれてよかった。テキーラともども苦手を克服できることを祈ろう。普段からもうちょっと動いた方がいいですね。
ございます。どうも、あ、こんにちは。ジャンクスへようこそ。カズヤなのだ。何を買ってるのって、うわー、エリシャスバーをこんなにたくさん。大人買いなのだ。これで売り切れです。早速食べるのだ。こらこら、こんなところで。うわー、いいよだ。しょうがないな。すいません店員さん。ああ、別に構いませんよ。カズヤも食べるのだ。え、いいよいいよ。遠慮は無用なのだ。はい、開けてあげたのだ。あーなのだ。一気にガブッといくのだ。はいはい。もう強引なんだか。どうしたのだ？辛い痛いナノナノさん、何味を？わかんないのだ。適当に取ったのだ。ちょっと袋を見せてください。これなのだ。カレーショップクミンとの夢のコラボレーション、千倍カレー味？こんなのあったんですね。最近一気に種類が増えたので私も知りませんでしたよ。滝のように汗が出てるのだ。またまた、白波さんったらオーバーなんだから。耐えてよ。では店員さんも食べてみるのだ。あ、どうも。子供も食べるお菓子ですよ。そんなに辛いわけ。ガーッ！ゲ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 ッ！待て！待て！うわー！辛いよ！まあ、なんとか。ナノナノは辛いの苦手だから、この味は全部返品するのだ。はい、生産し直します。それじゃあ、僕はこれで。ありがとうございました。またのご来店お待ち申し上げております。ありゃ、デリシャスバーじゃなくてデンジャラスバーだよ。あ、運動が特別ですね。ついでにケーキも注文してしまいましょう。消費したカロリーが完全にリカバーされるですね。チーズケーキ、お待たせいたしました。結局頼んでしまったですね。いいんですわ、別にダイエットしているわけではないんですから。まあ、それもそうですね。おいしい、幸せですわ。ならきっと食べられると思うのだ。ウヨ
チャーマシーンやってんのか。揺れるなよ、ダメだって。また落ちやがって。このアーム握力がなさすぎだろ。全然取れねえじゃねえか。くそ、熱くなってるな。近寄りがたい。よし、もう一回、もう一回だけだ。またやるのか。これで絶対に取る。っしゃ、横軸よし。お次は縦軸だ。あ、よく見えねえな。なら横から見るまでだ。ぬぐお。おいおい、操作しながら側面に顔を回すなんて。片目にはあれだけど本気だ。うっしゃ、ポジションは完璧だぜ。一気にそのまま降りろ。つかめ。よし、爪入った。よしよしよし、持ち上げろ。今度こそ。あんが、あ、もう落ちちゃった。来やがって。ちょっとアニス。あ、なんだ、カズヤじゃんか。どっから出てきた。さっきから言いました。とにかく蹴っちゃダメでしょ。壊れたらどうすんのさ。もう大丈夫大丈夫、ちゃんと加減してローキックにしといたから。ん、ああ、あれ、壊れた。そんじゃ、あ、こら、アニス！アニスさん！うわっと！はぁ、あ、またやりましたね。え？何のことかな？とぼけても無駄ですよ。最近設備の破損があまりにも多いものですからね。何かしらのトラブル時にはコンビニの方で警報が鳴るようにしたんです。さらに監視カメラの数を3倍に増やしました。死角はありません。道理でなんか変な気配が。あ、もう来ましたよ。あ、アニスさんへの請求書です。後でちゃんとした書類でお渡ししますね。なんでそんなに早いんだよ。映像はすべて統括支部長のところにも直接送信されるんです。なんだと？ミントさんのところに。ウケ！たっけ！このマシンそんなにすんのかよ。新しく入れたばかりの最新式ですからね。あれ？また。今度はなんで？アニスさんにメッセージです。支部長から。なんだよ。その貸付額が増え続ける一方なので、なんだよ。カードの使用を停止するそうです。なんだって。ゴーグ箱取ってきます。逃げやがって。まあ店員さんを責めてもどうにもならないし。にしてもミントの野郎、カードを止めやがるのは。今週の通販カタログにすっげえツールが載ってたのによ。どうやって金を工面すっかな。ちょっと買わないっていう選択肢はないの？ない。ああ、欲しいものは速攻で手に入れる。これが俺様の流儀だ。文句あっか。あ、はあ、なんで、でけえため息なんざついて。アニス、
んだい。ちょっと僕の話を聞いて。ん？もう少しさ、女らしくしようよ。ね？は？今のままじゃ借金が増える一方、その原因はさ、その男さえも凌駕する男っぽさにあると思うんだ。なんで説教かよ。ちゃんと聞いて。き、アニスの能力は本当にすごい。トレジャーハントで培った観察力と瞬時に状況を判断する力は抜群だ。何よりも勘の鋭さに関してはエンゼル対随一さ、間違いない。今度は褒め殺しかよ。だけど、うん、熱くなって冷静さを欠いた時のアニスはダメ。もう見てらんないくらいダメダメ。な、何よ。キャッチャーに八つ当たりして壊しちゃうなんてどうかしてるよ。しょうがねえだろ、ちっとも取れねえんだからよ。だからって蹴り壊していい理由にはならないでしょ、うん、景品が取れないことに切れてゲームマシンを蹴り壊す、その結果借金がどんどん増えていく、そんなことする女の子は見たことありません。っていうか男だってそんなことしません。そんなわけで、そういう男よりもさらに男っぽい気の短いところを改めるべき。そうすれば借金が増えることもなくなるでしょ。もっともらしい理屈を並べ立てやがって。もっともらしいんじゃなくて間違いなくもっともなの。うっせ。もう少しおしとやかにしてみようよ。うまくいって無駄な借金が増えなくなったらさ、きっとミントさんだってカードを再開してくれると思うんだ。何？本当か？まあ可能性の話ではあるけど。あ、そっか、女らしくなりゃカード再開。うん、よし、そんならやってみっか。はい、それなら今から、たった今始めよう。なんだと？はい、ダメ、なんだとダメ。おい、ふざけんな。ふざけんな、ダメ、ダメったらダメ。そんなんじゃ、カード再開の可能性ゼロ。おしとやかに、女らしく。そんなの急にできっかよ。急にできませんわ。でしょ？あん、急にできませんわ。はい。急に。そうそう、その調子。急に、で。いいよ、にこやかに。で、できませんわ。なめんのタイガーにしとけよ。いや、とにかくだ、切れなきゃいいんだろ。切れなきゃ。早速切れたと思います。カード止められたままじゃたまんねえからな。頑張ってみるしかねえか。ちくしょう。バーストラン。Thank you.